お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら食い交互極める企画24日目というわけで、ちょっと2週間ぐらいサボってた報告企画ですね、やっていこうかなと思うんですけど、ちょっとね、今シーズンはっていうか残り1週間はね、ちょっとこっちの方のね、食い交互に切り替えようかなと。前までロケ砲テスラ型だったんですけど、今はね、ボムタワーが強化、そして池田も強化というわけで、こっちの方がちょっと環境に合ってるっぽいので、懐かしのね、アチホグですね。まあ、あっちの枠はマスケだったり、雪玉の枠はデリバリーだったり、いろいろ買いが効くし、あと無課金にもね、おすすめなデッキになってますので、良ければね、皆さんも使ってみてください。というわけでやっていきます。よいしょ。さあ、よろしく。で、まあ、結構形自体は変わったんですけど、基本的ななんかね、ホグのタイミングだとか、まあなんか、クエ削りだとか、その辺はあんま変わんないと思うので、まあ何が変わったかって、やっぱサンスペルっすよね。ニコスクルサンスペなるだけでね、カードの回し方とかちょっと大変になってくる部分があると思うので、まあその辺だけな、ね、なんかホグプラス雪玉積極的にね、攻め雪やっていきながらとか、まあそんぐらいだと思うんだよな。まあ、てか手札が詰まるぐらいかな。そこをこう、どう回していくかっていう。さ、インドユーの、いや、なんも出してこないな。メガラムとかじゃないのかな、ドスン。なんだ、トルネカ？寝たな。いや、なんか絶妙に寝てんだよな。さあ、まあ、ナイト出す。うドリル。まさかの？まさかのゴブドリ引く。まさかのスキン？やばい、メガナイト使ってるから、結構チャンスで。いや、このスキンも地味にうざいよね。エレキか？おい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 、いや、これは美味しい。なんか、そんな簡単に終わっていいのって。なんか、メガナイトコブドリーインド、メガナイトコカツスケバレ来んのかな。いや、来ない。まあ、なんか、メガナイト、ね。なんか余裕だな。びっくりするぐらいなんか、余裕でなんか、リアクションに困るんだよな、これが。これでボム置いとけばいいからさ。ドリルはね、あの、ほんと減ったっすね。だからこれ2体っていうのがね、やっぱ思ったより強くないよねっていう話なんすよね。そう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 。いやー、で、相手コウモリいるんだけど、結局勇気も回るからね、回転で。そうでないと、で、まあボム出してあげてね。いやー、で、あっちゃ無双だな、こんなんも。ホグ飛ばして、さあ、あっちゃん、スケ、ユキで遅れて最後ウッドだけでいい。いや、強でホグが入ってる。いやー、これはもうさすがにそうっすよね。なんか、ボムタワーがたまたま活躍したっていうのもあるんですけど、あの、サンスペルだからこその、この小物系には強いですよね。陸の小物系、ヤリゴブギャングとか、バレルとかにはね、ウッド使って、で、コウモリとかね、ガゴとかそういう体育には雪玉使って、で、まあ、削りとしてのクエイクがあって、まあ、サンスペの良さも、まあ、もちろんありますね。だから、ま、それが良さですから、あとは低コストなので、とりあえず困ったら打っとけばいいっていうね。正直ね、あ、この人めっちゃ上手い人。マジでめっちゃ上手い人。世界一桁とか普通にマルチで取るような。上手い人。ロイ使いの方っすね。あの、正直ね、ユキよりデリの方が圧倒的に使いやすいですね。デリバリー、もう防衛がマジで硬くなるんですよ、そんだけで。で、世界変わるんですけど、ロイフグだ。いや、勝ちたいね。でもね、意外とロイフグの火力が上がってね、ボムが結構壊されるようになったっすね。前までそんな壊れてなかったよ。いや、これでかっ。いやー、いいムートだ。なんか、ユニット来ると思ったんだけどな、小物系。スケラかな。まあまあ、さっき言ったっすけどね。デリー。よいしょ。デリーの方が防衛は楽。だが、まあ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 、まあ。いや、これ、ムートに打たれる。いてぇ、ちょっと待って、いてぇ。いてぇ、痛すぎる。いや、これだけでめっちゃ痛い。いや、俺のがダメージ受けるの、これやばいっすよね。いや、これ遅れてあっちゃで。
あでもなんか今ねバルーンがめっちゃ増えてるんですよね。そうバルーンがめっちゃ増えてて、バルーンに対してねもう雪じゃないと絶対勝てないんで、まあちょっと入るよねぐらいっすね。これもいや1-1になったらいいけどな。まあムートっすね僕の厄介なのはマジで。これないと、間もめっちゃ狙ってくるっすね。攻めたるとかも来てもおかしくはなさそう。いや耐える、いやでかいでかいでかい。さあのさマジであのムートマジでめっちゃ邪魔さっから。いやーでかいでかいでかい、耐えた。いやここ耐えたらマジでかいよ。正直ホグクエイクしとけば相手はね、普通に迫撃だけで守るきついから相性はマジでいいんだよね。大きく、いやしかもクエイクあること忘れてんのかな。さあ豚でしょう。まあムートだねマジで、めんどいのはマジでムートだね。いや相手もクエイクなんだね。さあ太陽でこれにねあれなんだよね、あれを使ってよくないんだよね。ボムかホグがね守れなくなっちゃう。さあいやいい体いい体いい体で意外とこれでね削り勝ったりしないかな。いや熱い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 。でホグホグ欲しいホグ欲しい。あちゃんもうちょっと頑張ってほしいな。まあ防衛ハグ来るなこれ。いやデマみたいなワンチャンない。さあデリーホグクエイク打ってきてさ勝てるんじゃないこれ。クエイク打っと、うん、殴るんかいホグライド。いやこれはね多分めちゃくちゃ相性がいいと思うんだけど、さすがに序盤ダメージ受けすぎたっすね。でねこのデッキ多分結構大事なのがね攻め行きだと思うんですよね。そのやっぱサンスペルって打っとかないと手札詰まっちゃうから、こうなんかねとりあえず雪玉捨てるウッド捨てるになるともったいないんですよね。でそれならせっかく攻めたタイミングでね使っといた方がいいよねっていう。で北雪玉しとけば多分ねバカ入るんですよダメージが。いや入りすぎやろっていうぐらい雪でノックバックとかで結構入ると思うから、いや美味しい。そうコカッちゃんですね。いやコカッツも増えたな。コカツとバルーンがバカ多い今。うーんその環境ですね。基本的にまあホグ飛ばしたらセットで雪玉打つイメージでいいと思うですね。うんウッディで解ける。これでもあれだインフィ回ってないんじゃない回るんかい次か。いやーこれ嫌なタイミングだったな。ちょうどウッドなかったからな。インフェでこれ焦げるんだよな。しかも焦がせないわよ。ナイトに対応させる。あっちゃインフェがね回る前に、おい来たこのスケの圧、スケの圧よこの。いやでこのナイト相手ナイトこれもきちんだよな。これ雪だけでいいんじゃない。ナイト咲くのはねちょっとコスト使いすぎな気がする。オッケー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 。いやいい、あそんな狙ったわけじゃないっすよスケでそんなにっていうぐらい相手がね対応してくれたっすね。やべホグ来る言うて。さあそろそろ端プリ警戒もしながら、プリンがねやっぱマジ強いんだよねあの子で。さあホグ飛ばす、でインフェ来る、まあ、クエイク。さあここまではまあ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 普通ですよね。で回した、もうホグが回った、ホグ飛ばす、ギャングないインフェないロケ。お？いやいい全然全然。
ハシピリもプリン売っとっすね、正直。ゴブリンバレルはね、ユキとかユニットでいいんで、ぶっちゃけ。これね。よいしょ。で、次が、次インフェ。インフェ回んねえな、絶対。ロケ？いや、インフェ回る。いや、ギリギリね。1枚で無理に回して回ってるんだな。こうなったらでも、もう俺のターンだよな。超高め8枚プリン警戒。攻めて俺も。さあ、ホグ。いや、でもこれ入るな、クエイク。で、スペルのダメージ、クエイクっていうき、マルチのなんか覚えてないんだよな、僕も。さすがに。いや、これ雪玉、強えな。いや、あっちゃが強えな。オーケー。いや、噛み合いしょ。ナイス。よし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 。なんかね、前のクエイクオグはさ、ロケット押しだから、まあ、3コスの対空マン、これで言うあっちゃ枠ですね。結構大事だったんですよ。そのロケット押しをこう、いかにこう、どうサッカー、攻めで使うのか、防衛で使うか、連盟もとかだったんですけど、アーチャーさ、セパできるからさ、まあ、とりあえず脳死でこう、セパポン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 出しとけば、だからそれで成り立つから結構ね、使いやすいね、アーチャーは。だって、ここでとりあえず後ろからセパすればいいだけですからな。まあ、そういった部分でいいよね。さあ、メガゴー、ロイか、ラバか、ゴレか、ジャイか。いや、これさ、スケ殴るよ、ミニペ。いや、でかい。スパーキーもあんな、これ。いや、スパーキー説を唱えたいな、これ。さあ、あっちゃ、このセパよ。これがね、両方受けれちゃう。いや、強い。さあ、いやー、スパーキーっすね、これは。いや、スパーキーさ、なんか、ウッド勇気とかだとさ、陸気ちょっと少なくてきついみたいな。ない？いやー、マザネク、メガゴ、ダックプリ、ミニペスパーキーっすね。いや、これ勝てたらそこそこに熱いけどな。ホグ出すか悩むな、おい。いや、これさ、あの子が前に来るの神なんだよな、マジ。いや、マジで神。いや、これあっちゃいる？まあまあまあ。いや、うまい。いいザップ。やりすぎで、やりすぎ決めていく。しかもザップ使ったんですよね。やばい、やりすぎか。ちょっと待って、やばい、負けそう。終わる。俺の人生終わる。で、これちょっとウッドで意外とできる、耐えてほしい。OK、ミニペサイやって。いや、いい、ナイス。結果的にいいスケ行きですね。まあ、ザップ使って次ミニペッカで受けてくるであろう。まあ、だが問題こっからなんですよね。こっからね、一撃必殺ワンパンされる可能性が容易にありますからね。すぐされちゃうからな。いや、これな、マジで。バカむしいじゃん。ね。どうすんのよって。マジで。豚が。おう。おう、いや、耐えて。耐えたけど一撃でこれはもう無理じゃん。絶対無理じゃん。ちょっと待ってよ。だからマザネクがさ、脅威すぎるんだよね。マザネク、いや、これやば。絶対今誰も考えてないでしょ。そのこと言ってダメ。さあ、あ、無理でしょ、これ。まあ、ユキがデリだったら、まあ、ぶっちゃけ神相性にはなるけど、今マジでね、バルーン多いからね、変えたくないな。さあ、ルーン、バルーンの場が抜けとるぞっていう。さあ、ディガー、いや、バルーンっぽいね。なんか、いろんなバルーンがいるっすね。ナイターチャメガゴのバルーンとか、あと、キョスケバルーンとか、ランバーバルーンとか、いろんなバルーンが今復活してますね。ハンターバルーンもいるし。スケディガー。LSP？ ディガー？こっち逆行くんで。逆行きたがりなんですよね、僕。テスラか。当たんねえのか。いや、強い。
いやーこれ攻めに打ちよかったな。どうしてここで雪玉こう打つんすよ。それならさっきのね攻め打っとけばホークもう一発入ったじゃんって話なので、これをね最初にも言った通りなくしていきたい。いやー D が来ねえか。結構入れて取ったな。左に来そう。さあ当ててく。いやこれさ金気がするんじゃね。でナイス、ラッツで、あれのデッキ何これ、テスラだったな。ホグクエイクテスラ、ここね、さっきから相手ここに出るんでね、まあ勝負どころでアチャをここに出してね読んだりとか、ボムタワーを置いて読んだりっていうのを狙えるねっていう、この試合中に相手の癖を見つけることも大事ですね。スケルトンの出す位置とかディガーの出す位置とか結構大事ですからね。さあこれ投げたら位置変えれます。でこれテスラ回ってないんじゃない、ロケ。ああ普通のディガロケ削りですね。なのでまあ削り対決になるんで攻め積極的に削っていきましょう。でホグ飛ばしてロケボーイだった。いやまあ一生ホグクエイク打ってスペルも打ちながらねディガーは拾ってみたいな。あえて多分ねこのねスケが地味にきついんですよね。痛い。さあ一生ホグクエイク、いやこれでもロケに追いつかれるな。もっと攻めます、僕もっと攻めます。ギア上げていきます。もう攻めだけを考えろ。ホグデッキだが攻めだけを考える立ち回りで、よしよいしょ、ここも行っていいな。もう行っていいんすよ、行っていい、行ってから考える。さあロケを使わした、いや熱いよ、ロケ使わしてあなたくびりガン虫拾う、ウッドで削る。次テスラなんですよね。あのテスラやりたいな、ちょっとやりに行きてえな。やりに行っていい、よいしょ。やべ、縛ったクエイク。バカ。バカ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 。縛クエイクはマジで痛い。マジで痛い。で、ここのホグ。いや、ここのホグめっちゃいい。テスラ絶対回ってないから、確定で入んの。いや、バカいいホグした。で、一発。ホグの一発はマジででかいからね。今のっすよね。回転生かすっていう。ホグクエイク、ウッド行き、すけーホグクエイクみたいな。さあで次どうせテスラでしょあなた。さあテスラが来る。いやーもうねこれですよ、癖ですよね。奥位置の奥位置ずっと一緒だと最後はねきつくなっちゃうよって。ナイス。まあこれはどうなんだろうな、相性悪くはなさそうですけど、毎回ねテスラ相手が同じ位置なのでっていうので後半ねああいう立ち回りにもできますよっていう。いいね、よろしくねと。いやもうホグ雪玉序盤から多分ねやっていい気もするんですけど、タイミング見ないとねカウンター GG ゲーミングしちゃうんでねさあホグいきます。運ゲーなんか来い、うわい来た。いやこれで2発でカウンターでロイホグコウモリとか来て GG。 おい迫撃か、迫撃ロフグかな、ウッドぐらいで抑えながらの、これボム使いたくないですね。多分ロイホグかスケラかちょっと分かんないんですけど、アチャで我慢いやこれしかもクエイクあれ迫撃使ってるから絶対ホグきついっていう。よし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 。さあ迫撃スケラ、いやバカ入ったな、マジか、ちょっとめんどいな。いやいいクエイク防衛、よし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 。さあスケラってことが分かったのでこれにボムを使ってもいいですね相手がロイフだったら破撃にねボムを使ってしまうと良くないけど、いやこれコアターゲット取れないか。
これでも言っていいと思うな。どうせハンターで低め受けとかだと思うんだけど、一発絶対のこのハンターをボムがやってくれるから。でしかも相手の反撃スケラにアーチャー、アーチャー来た。スケラメタのアーチャーです。いや勝ちました。相手ヤナメじゃない限り勝った。いやこれアーチャー避けたいんですけど、ここでアーチャー裂いてしまうとポイズン打たれてからスケラ打たれちゃうんで、ちょっと悩むが一旦ないとかだね。アドムートは気合で対応。アーチャーさえいれば、これ相手アーチャーあるよ。俺アーチャーあるけどいいんっていう、もうアーチャーいるからっていう。いやマジアーチャーいる強えな。ほぼ抑えた。でちょっと暇だな。ムートがさ壊れるとホグで攻めれないわけよ。さあ、いやこれさナイトホグ行ってゴリッティね、で防波撃壊れる。いやー攻め行きこれ遅えな俺。いやもうこれで一発、いや入らないか、やばい入らない。ちょっとね話が変わってくる。まあ、ですが結局ねもうこれで守れて、ちょポイズン読みの逆1さあホグ、いや戻ってくんだよ。さあウッドでコロリーン、おい、いや強えな。てかまあ迫撃に対して単純に相性がいいよねっていうのをさっきから引いてるんでね。よーしゃれいいね。よし、オッケー。はい、というわけで、まあ、久々のね、ホグ、そして、まあ、ちょっと形がね、全然変わってしまったんですけど、まあ、ホグデッキ自体はね、基本的に常にね、強い。弱い時ってないんですよ。しかも、当分、加工とかも何もされてないので、まあ、今後もね、使われるデッキだと思いますし、結構、組みやすいデッキだとも思うので、まあ、デリ型、マスケ型とありますが、ぜひね、皆さんも使ってみてください。よければ、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。